ございました。じゃあ上上がってきてください。前側に並びましょうか。はい、今日はねハロウィンということでね、思い思いの格好してきていただきました。あの皆さん、ちょっとソーシャルが守られてないかもしれない。少しちょっと間隔を空けたってください。はい、ということでもうちょっと前行こうか。もうちょっと前、うん、いい感じでございます。はい、じゃあ今日の格好コスプレは何ですかということで行きましょうか。はい、マイク、はい、はい、子供ちゃんから行きましょうか。はい、はい、私はあのトリプル G スワット隊員のことみです。お願いします。で、今日なんですけど、ここに来る前に実はあかねちゃんとちょっと一仕事してきまして、仕留めてきました。こちら仕留めてきました、あかねちゃんと。じゃーん。ということで、あの今日はあの何があっても私たちがあの守るので、皆さんご安心を。はい、ということで次れなちゃん、はい、と私はトイストーリーに出てくるボーピープっていうコスプレをしました。もともと決めてる時にお母さんにフワちゃんいいやんってめっちゃご了承されてたんですけど、なんかいつも元気なイメージだと思うんで、ちょっといつもとは違う可愛らしい感じにしたいなって思って、絶対普段着ないようなピンク着てみました。はい、私はディズニーのキャラクターのダンボーのコスプレにしました。ダンボにした理由は、みんなに
すごく勧められたのでダンボにしました。はい、私は家で猫ちゃんを4匹飼っているので猫の気持ちを分かろうということで黒猫にしてみました。はい、私は穴行きのアナをになってみました。髪型は穴行きの2の時のアナの髪型にしてみました。はい、私はルイージーなんですけど、ポイントはこのヒゲと、あとルイージーは帽子 L だと思うんですけど、あえてさやかの S にしました。はい、私はこのハロウィンに仮装するよって聞いた時に、もう一番最初に思い浮かんだのがこのキョンシーだったので、もうキョンシー一択でキョンシーに変装して仮装してきました。はい、私は幼稚園児の仮装なんですけど、今運動会シーズンだと思うんですよ、幼稚園とか保育園とかで。お家で自分が保育園の時の運動会のビデオを見返せたら、なんか戻りたいなって思って、なので今日は幼稚園児になってみました。私は去年白クマちゃんを着たんですけど、ちょっと可愛すぎいい系に寄りすぎたかなと思ったので、今年はもう大人っぽく吸血鬼にしてみました。そしてこの人形と一緒に今日は踊ったので、もう一心同体です。はい、お願いします。はい、私は先にしてみました。いつもツイッターとか私が使う絵文字がウサギなので、皆さんも私がウサギってことよくしてるんじゃないかなと思って白ウサギになってみました。はい、はい、ということで思い思いの格好をしていただきましたけれどもね、なおちゃんは今日は僕と隣にいたら結構地獄で、結構そうですね、コンビかもしれないですね。だけどちょっとダークな感じでね、あれですけれどもね、もう本当皆さんの好きな格好をね、やっぱね年に1回ということでねしてますか。鬼滅も今日、今年鬼滅いなかったね、誰も。やりたかったの、くるみちゃん。鬼滅ずっと迷ってたんですよ、ダンボとねずこ。はい、ねずこ、炭治郎。炭治郎をやりたかったんだ。ねずこで誰かちくわ加えてる人いないですか。そちらにお姉さんが。あ、本当だ、ちくわ加えてる。ちくわじゃない。竹やってんだね。そっかそっか。いやでもね、本当これから今日はこの後ハロウィンパレードもね、はい、あるということでね、またねスタジアムをね一緒にまた、歩ける方はね歩いていただければと思います。今日はもういっぱい写真撮りまくりでしょう、多分。はい、ね、先ほどもフォトブースですごく撮っていただいて、はい、はい、じゃあもう皆さんにもね写真をいっぱい撮っていただくということで、じゃあ下におりまして、はい、ポーズの方またお願いします。レイナちゃんがさ、そういえば最初のダンスの時に側転っていうか、そうやるのかなと思ったけど、さすがにやりませんでしたね。ねえねえ、まあでもあのパターンもあるのかなというところでびっくりしました。じゃあポーズ取りましょう。じゃあまず正面です。まず、はい、皆さん、はい、正面向いて、はい、ポーズ、はい、はい、続
続いてはじゃあ右側を向いてください。右側に角度つけていっていってください。はい、じゃあ続いては左側。はい、OK ですか。はい、じゃあいきます。3秒前2秒前1。はい、そこまでです。ありがとうございました。はい、ということで今日は一日中この格好でいるんだね。だからじゃあもう頑張ってください。大丈夫で、寒いですけど。寒くなるかな。でももうなんとか大丈夫そうだね。だからまたよろしくお願いします。今日はね、選手も後押し、また引き続きお願いしますということで、トリプル G でした。さあ今日はね、本当華やかな、でも皆さんも結構華やかな格好をしてらっしゃる方がね、多いんで。